で、今日はちょっと、その試合っていうか、そのテニス練習する上での、その気持ちの持ち方とか考え方っていう話を一個しようと思ったんですけど、まあ、それをまあ、講義でもできるからやっちゃおうかなと思いますけど、ちょっとミスについて考えたいんですよ。ミス。どういうミスが良くて、どういうミスが良くないのか。っていうことを考えたいんですけど、じゃあもう、単刀直入に、どういうミスが、悪いか、どういうミスがいいかって、なんかありますか？やっていいミスと、やっちゃいけないミス。ちゃんと狙って、ちょっと技術的に難しかったとかだったらいいと思うんですよ。ちゃんと狙って、狙った上でのミスは、まあ、流れ OK。の中で、まあそこ空いてたから打つよねっていうので、まあ、別にいいとは言わないんですけども、まあ、どっちかっていうと、いい、悪くはない。なんとなくよりはいい。そうですね。なんか、ふわふわ、あの辺とかじゃとなくりあえて。ず打ったみたいな。まあ、一応明確な目的があれば、こうやろうとして、ミスしたから、まあ、それは、いいというか。なんか、他、ありますか？単純なミスはダメ。イージーミス、簡単なミスね。まあ、試合の、そのプロの試合のスタッツとかでも、スタッツデータとかで見れますけど、アンフォーストエラーというのはありますね。アンフォーストエラーってもう単純に訳せばわかりますね。アンフォーストなんで、フォースって力じゃないですか。で、力がない、アンだから打ち消しですね。だ力がないボールなんで、まあ、ボンミスですよね。普通の簡単なミスは、まあ、ダメですよっていう意味でのアンフォーストエラーの数値ですよね。これが多ければ当然不利だし、少なければ当然いいわけだし。なんかアンフォーストエラーはダメだけど、フォーストエラーに関してはまあしょうがないですよね。フォーストエラー、相手の力がある。これはもう技術的にまあちょっと厳しいって、それはもうしょうがない。相手のナイスショットによるものなんで。相手のナイスショットも何も打ってないのに、それでミスっていうのは、これはアンフォーストエラーに入る。まあ、これダメですね。なんかあります？同じミス。あ、同じミス。あ、いいこと言いますね。同じミスはダメですね。ネットミス何回もする。このパターンになったら絶対ミスる。このパターンになったらロブを上げてくれる。これもある意味ミスですよね。まあ、これも良くないですね。なんかありますか？今出たのは、技術的な部分ですね。技術的に、修正可能なミスか、修正不可能なミスかっていう分類です。今のは。いいミスっていうのは修正可能なミスですね。次直せますよっていう、そういうミスは OK。だけど、アンフォーストエラーみたいに、アンフォーストエラーでも修正できればいいんですけど、単純にそれさっき言った同じミスが、オンフォーストエラーでも同じミスが増えてたらそれダメだし、修正できてないってことになるから、それもダメだし、だ修正できないミスっていうのは、まあ、例えばさっきありましたね、ここを狙った、狙ってミスした、狙ってミスしたけど、じゃあ本当に狙って良かったのかっていうのがありますよね。で、まあ、そうなってくると、技術的じゃなくて、今度はセオリー的なミスになってくるわけですね。セオリー的にここ打っちゃダメなのに、狙ったからいいでしょって思っちゃう。それもなんかそれで良くない。これはだから、セオリー的に難しすぎる、確率が低いところを狙ってるけど、狙ったから OK って思っちゃうと、それもそれで良くはないですね。だから、そこの線引きが自分の中ではっきりしてるかどうか、これ修正できるかできないかっていうのを、まあ、常に練習の中で感じておくといい。ですね、ここに狙ったんだけど、確かにそう。でもセオリー的に合ってて狙ったなら、まあ修正可能ですよね。でもこんなとこに打たないだろ、この場面でっていうのを、いや狙ったんでって言っても、じゃそれが本当に針の穴に糸を通すぐらいのレベルで難しいんだったら、それ修正できないじゃないですか。そこに挑戦している間にもう終わっちゃいますよね。だから修正可能なミスか修正不可能なミスかで、いいミス悪いミスっていうのを区別するのと、
まあ、あと悪いミスをできればしないっていう意識で練習をしていくべきだと思います。で今2つの項目出ましたね。技術的なミスとセオリー的なミス。あともう1個あるです。実はレベルが上がるともう1個出てきます。ミスって言っていいかどうかなんですけど、例えばさっきのポーチって話ありましたね。ポーチに出たけどストレート抜かれた、これ誰のミスですか？赤い人の判断。赤い人がミスですよね。じゃあこのミスいいですか悪いですか？じゃあこれは何が悪くて抜かれたにもよりますけどね。白のショットはどんなだったか。白人が打った。例えば、そうね、こう例えばクロスラリーをしてて、まあ普通にクロスしか来ないな、もうこの辺で出ようと思ってパッと思いっきり出た。そしたら抜かれた。これが、例えばまだ 1-0 とかで起きたらどうですか？いいですか？この本人もいいと思いますか？思わないとダメっていうことです。これはこの人にとってああいいよいいよって言ってくれるけど、いやごめんねって言ってもう一回、あもう一回じゃない、もう2回目はもう出ないから、これはどうですか？これダメですよね。だからこのミスの認識ってすごく大事で、例えばゲームカウントが 1-0 とか、その序盤ですよね、2ゲーム目とか、そんなもんで、クロスラリーが多いからもうとりあえず出て、なんか展開を変えよう、だって攻め役だし作ってくれてんだから、出ました、あストレート打つ人だって分かりましたっていう状況だから、次は出方を工夫すればいいし、まあ配球を見てどういう時にストレートを打ちにくいんだろう、その打ちにくい場面になったら出ようとか、そういうのをやればいいわけですよね。だから、まあ、このポーチに出てミスっていうのは、これはどういうミスか、技術でもセオリーでも何でもなくて、これはあの駆け引きのミスなんですよ。この駆け引きのミスは別に僕はいくらしてもいいと思います。練習では。試合でいくらしてもいいってわけじゃないですよ、もちろんね。ずっとあのギャンブルするわけじゃないです。駆け引きってギャンブルじゃないですか、ちょっと。それで、前に面白いことがあって、自分が赤だったときに、ファイト序盤でピッて動くフェイント的な動きをしたら、黄色のリターンの人がストレートピュンって打ってきたんですよ。あ、これは自分の動きに対して見て反応してくる人なんだなという情報が取れた。だから次の同じ場面になった時、一周して、同じ白のサービスゲームになった時は出ると見せかけて捉えてやろうと思って、そしたら捉えたんですよ、本当にストレートで。でもその一本では決められなかったんですけど、その時はでもその時はなんか嬉しかったっていうか、自分の考えたセオリーが回ったなって思って、楽しく思ったんですよね。でもそれってそこまでうまくセオリー通りに回ってるんだったら、フェイントを入れて本当に打ってきて触れたんだったら、やっぱ点取らなきゃダメですよね、赤は。あ、全然そんなことないですよ。まず引っかかる人であれば、引っかかるんだなっていう感じで思っておけばまずいいですよね。こうやってちょこっと動いてそれに引っかかった。はい、で、そしたら、これまだこれセオリーじゃないんですよ。駆け引きなんですよ。あ、そっか。そう、駆け引き。そう、だから、この3つの分類をしてほしいんですよ。技術なのか、セオリーなのか、駆け引きなのか。っていうことを分類して、これ技術ではないですよね、はい、技術というのはショットの打ち方とか振り遅れたかとか、うまく打点取れたかっていうことですけど、でセオリーで出たではなくて、これ駆け引きで出ました、はい、で駆け引きに引っかかりました。じゃあそこから自分のも持ってるセオリーっていうのはありますね。じゃあストレートアタックされたらどこに打つのが一番セオリー的にはいいですか？私的にはこう打たれました、本当はちょっと殺してドロップも触ったし、声の前に落としたいんですけど、ここですか？はい、でも難しいから、しかもストレートアタックでクリアって結構な速い球だから、パーンってきたらパーンって後ろの人も取れないようなところに
ちょ斜めというか後ろに深く打ちたいかな。黄色タウンだよ。ここ。より黄色に、うん、センター気味にしようでしょ。結構早めのやつが来るから殺すの難しいと思うから。ガンガンみたいな。お前しちゃう。今回したらね。それはちょっと避けたいから、ね、真ん中深くだったら決まるんじゃないかな。そうね、要はまあ駆け引きをしたっていう後の話なんで、これセオリーの話ですけど、例えばストレートアタックされました。でそして一番あの、まあ、一番って言い方はちょっとあんま好きじゃないんですけど、まあ、多分、正解は2つありますね。1つはここで、これはその普通の高さに来た時、これはセンターに面をずらして、あのこのままポンって当てれば流してセンター打てますよね。でそうすると2人とも取るの躊躇したりとか、でこの青の人が取らなかったらセンターにバーって寄るわけですよね。まあ、別に最悪ここでもいいんですよ。センターっていうよりもこっちより、黄色の人よりのセンターでいいんですよ。このコースでいいんです。で深めですよね。別に深くなくていいです。深くてもいいですけど、深く狙うとどうなります？そう、自分がミスする可能性も増える。ここでいいんです。 T で可能であれば T 狙うと青い人に取られて、要は N 字になるんですよ。 N 字になってそのままラリーがつながっちゃうんです。要はストレートアタックされた、いやちょっと手が疲れる、ストレートアタックされましたね。された時に一番いいコース、一番じゃないか、まあとりあえずここのコースっていうのは、センターっていうのはこの T のところに打ってもまあ分かりやすいからいいんですけど、セオリー的にはこの T よりもちょっと左に打った方が、まあ、この青い人に取られないです。で、取られないのと同時に黄色い人がセンターから打ちますね。で、これどうします？サイドに。うん。サイドに。赤いってきた球をどうするかってことですね。赤い人がここ打ちました。黄色い人取りました。取ったらどこに打てるか分かりますよね。そしたら赤い人ガッと寄ってプレッシャーかけていいですよね。そしたら甘いボール来たらそれを手出してここにストン。で決まる、はい、じゃあここで賢い人はロブで時間作るんですよ、はいはい、で甘いんだったらスマッシュをこの青い人に打ってもいいし、はい、オープンコートに打ってもいいし、はい、っていうことになる。で本当に逃げられたら、まあ、振り出しに戻るってだけなんで、はい、赤毛引きミスったなってもう一回戻ればいいです、はい、ミスったというかちょっと揺さぶったなぐらいでいいですよね。だからセンターの後衛側に取らせるっていうのが結構ポイントです。でもこれやろうとしちゃうんだった今日まあいいや、次楽しみにして。そう、これセンターの前衛に取らせたらアルファベットの N 字になるから、はい、この人が賢くないんだったら多分こう返ってきますよ、はい、そしたらそれパチンで打てばいいけど、そう N 字にされたらダメなんです、はい、要はこの人は N 字にするのが目標なので、はい、